本日のワインはワンワーン。どうもゆきおでございます。本日のワインはワンワンです。かわいいよね。フランスのワインです。フランスの、フランスワードニコライっていう作り手ですね。ここの作り手はですね、以前にも、白ワインを2回やってまして、リュリーシャルトレとアリゴテをやってまして、まあまあちょっとびっくりしたね。私がすごく最近の作り手の中で驚いた一人でございますね。フランソワードニコライの今度はねボジョレーなんでねのガメイです。なので今までブルゴーニュだったんだけども、あでもこっちもブルゴーニュだけどボジョレーだからね、あの地域的には結構そのリュリーっていうシャルネーズをやってた。アリゴテはでもどこのアリゴテなんだろうな、ちょっと場所が定かではなかったんだけど、で今回ボージョレーっていう、まあ、基本的にこのフランソワードニコライは、まあ、海ぶどうでやる、作り手になってまして、もともとはねシャンドン・ド・ブリアイユっていう作り手のその、まあ、醸造やってる方フランソワードニコライさんが、まあ、自分でねこの海ぶどうでやってるこの、まあ、ブランドというかプロジェクトなんだけどなっております。で、まあ、非常に赤ワインもねあの気になってまして、もともとピノノワールは1回飲んだことがあって、それがすごく美味しかったので噛むんだよね最近ね。本当に噛む。これ焦って話してるからっていうのもあるだろうし、なんかもうね頭の回転と口の回転が追いつかなくなってくるみたいな。そんなことどうでもいいんだけど、フランソワ・ニコライの赤ワインがすごく良くて、まあ、その時はピノだったんだけど、なので今画面もあったので、まあ、ちょっとチャレンジしようかなと思っております。まあそうだね、飲んでこうか。ゆきおとワイン。色は結構しっかりしてるね、まあ、紫したいって感じ、綺麗な色だけどかなり中心も濃い感じだね。まあ、ガメイだからねしっかり作る感じだと濃くなるのかなっていう感じだね。コルクもおしゃれ、ボジョレービラージュ2020年。これ模様になってるのかな、点点でおしゃれやね。ワンちゃんもおしゃれだね、サングラスしちゃっていいね。ふわっといい香りが今しましたよ。うん。やっぱりナチュラルな感じはあるんだけども、結構果実もすっかりしてる感じもあるんだけど、でも結構クリーンでクリアな感じだね。ナチュラルな感じはほのかにやっぱりちょっとねあの土っぽさっていうのは感じるけど、まあガメイだからもともとそのそういう要素は持ってるかな、土っぽい感じとか。うん、でも綺麗だね、上品な果実という感じ、ちょっとお花っぽさもあるのかな。うん、なんかあと酸がねありそうな気配ですね。香りの中で感じます。いい香り、うん、まとまっててすごくいい。おお、よりお花とか果実の香りがやっぱりふわっと上がってきたね。それにすると中の方にこの多分入ってたものだね。すごくなんか華やかさもあるかもしれない。すごくいいです。なんかうん、でも果実もちょっと紫から黒にかけて、赤から紫、黒、ブルーベリーからブラックベリーみたいな、そういう感じの結構ギュッと詰まった感じもあるし、綺麗だね、すごくいいですね。飲んでみましょう。美味しい。やっぱり酸がねしっかりあって、
かりあるからこそなんだけど、なんかこの口に含むとちょっととか唾液を促すような酸っていうのかながあって、もうこれはね料理直したいねってなるね。タンニンもねほとんどなくて、香りとその何かな、香りはねアフターで残るんだよ。残って口の中ですごくね果実と少し MC マセラションカルボニックっていう、まあ、ボジョレ・ヌーボーを作る時にちょっとやるやり方なんだけど、まあ、ちょっと MC マセラションカルボニックをやったような感じの香りが残るんだよね。まあ、あれってそれをやることによってちょっとキャンディーみたいな香りとかシナモンみたいな香りとかちょっとねバナナっぽさも出るのよ。なんか そういった感じがね少し口の中に今アフターで残るから、なんかそれももしかしたら少しやってるのかもしれない。まあめっちゃやってるわけじゃないかもしれないけど、あでもなんかそこに結構ね植物のちょっとハーブみたいな感じの香りも出てきたし、うん、すごくいいと思います。4000円しないぐらい、3000円中盤ぐらいだったのかな。いやすごく美味しい。これ料理な結構万能にいけるんじゃないかなと思います。これ自体の、まあ、個性はめちゃめちゃ強いわけじゃないんだけど、でもいろんな要素は詰まってるし、でまとまってるし、それでいてまあナチュラルで結構体に染み当たる感じはするんだけど、ネガティブな感じはほとんどない。だからもう、うん、ちょっともしかしたら感じる人はいるかもしれないけど、うん、僕の場合は全くそれはないな。ちょっとそのなんかね、この酸の感じが酢酸の感じを感じる可能性はあるんだけど、うん、僕は全然大丈夫。好きな部類です、どちらかというと。うん、めちゃめちゃいい。美味しいね。なんかね、結構このギュッと詰まった感じがあって、で、ちょっと硬いようなね、果実がギュッと詰まって開いてないような感じもするんだけど、なんかいざ飲んでみると、飲んで余韻ね、なってくると、香りがふわふわふわっと広がってくるから、まあ、これはこういうものなのかもしれないね。なんか閉じてる感じではないのかもしれない。なんかちょっとギュッとまだ詰まってるから、時間とか置いたり、ちょっと熟成するともしかしたら開くのかなっていう感じもあるんだけど、余韻はね、すごくいろんな香りがなんか出てくるし、まあ、これはこれなのかなっていう風な感じです。この中心がしっかりある感じかな、どっちかというと、うん、ただ飲み心地は柔らかいし、タンニン渋みもほとんどないので、それがなんかこのいろんなものに合いやすいような感じはするかな。いやーなんか本当食事全般にいけるんじゃないかな。重たいワインではないから、ある程度その重いソースとか使ったものよりは軽めの感じの方がいいかもしれないんだけど、かなり万能にいけそうだね。いやすごく美味しいです。普段飲むにはなんかこのね適してるというかね、ゆっくりこの家でね、なんかこの週末なんですけどね今週末の夜をゆっくり過ごしたいみたいな感じの時、うん、気軽にゆっくり過ごしたい時にすごくいいワインだと思う。いや美味しいね。素朴な感じなんだけどね、でもその派手さはなくて素朴だけど、でも綺麗にまとまってる感じかな。いやすごいですね、めっちゃ好き。やっぱこの作り手はすごく好きですね、うん、美味しいね、うん、引っかかりがないし結構ガブガブ飲めちゃう感じかもしれない。 13% かな、うん、やっぱこの作り手いいな、うん、好きですね。他にもいろいろ種類出してんだよね実はね。でも結構ね中価格帯から高価格帯のワインが多くて、これがなんのね結構カジュアルラインになるよ。でワンちゃんがこのねさっきもちょっと言ったのがこうサングラスしてる感じの可愛らしいワンちゃんがいるんだけど、前飲んだアリゴデとかリュリーとかはこうねこうワンちゃんがねこうピョーンって横にピョーンって横になってるエチケットで、こう飛んでる感じね、ピョーンって横に飛んでる感じなんだけど分かりづらい俺の説明が、そのエチケットが基本で、それがいろんな、キュベがあって、まあ、シャブリとかもあるんだけど、そう各キュベがあるんだけど、なんかこのねちょっとワンちゃんがねこのカジュアルになってるキュベも何個かあって、これがボジョレーと、あとシャルドネもあるんだよね。南仏のブドウで作ったシャルドネがあって、それもねワンちゃんがねなんかねクラサンしてなんかねジュース飲んでるみたいなのがあるんだけど、それも気になってるんだけど、それはカジュアルラインで、
4000円いかないぐらいの格で買えるんだけど、あとはね結構ね、まあ、4、5000円から、うんね、結構上の価格になっちゃうから、まあまあなかなかね、気軽に試せるワインではないんだけど、でもこのねラインはすごくいいね。毎年作ってるのかな、どうなんだろう。まあ海ぶどうで作るからね、その年によって作る作らないは多分あるとは思うんだけど、すごくね好きですね。私はやっぱ好きです。いい、うん、いいです。早くご飯が食べたい。うん、美味しいな。でジューシーだね。ジューシーさもあるから飲みやすさもあるかもしれない。うん、ぶどう果汁のなんかその果汁感っていうのもあるし、スススッとね、サササッと飲みちゃう感じ。美味しいですね。最高。今日ご紹介したワインはメゾンフロンソワドニコライの、ちょっと発音がちょっとねネイティブっぽくなっちゃったね。うん、メゾンフロンソワドニコライのね、ボジョレビラージュでございました。2020年かな。素晴らしいワインでございます。どこかで見かけたらぜひ試してみてください。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。よければ、チャンネル登録と、ワン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 ボタンお願いします。ワンワン。では次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイバイ。